福山市立内海中学校は、広島県福山市内海町田島にある公立、中学校。福山市西南部の瀬戸内海に浮かぶ、内海町全域を学区とする。内海町は、田島と横島という二つの有人島を、主な区域とするが、平地が少ないことから、過重区域が少なく、田島の南岸部や横島の西南岸部には、人家は、ほとんどない。 産業は、漁業が主だったが、内海大橋開通以降は異常気象時以外は、無制限に本土との往来ができるようになったため、海を生かした観光にも力を入れるようになった。1973年以前の、沼熊郡内海町は、田島全域を学区とする、内海町立内海東中学校と横島全域を、 学区とする、内海町立内海西中学校と島ごと、または、発足前の村ごとに中学校が2つ存在した。しかし、過疎化により人口は1950年の約8000人を頂点に、減少の一途をたどったことから統合されることになった。統合後も内海町の人口流出は止まっておらず、生徒数は100人を大きく割り込んでいる。福山市内でも、 生徒数の少ない中学校の一つである。学校は旧沼熊群内会長域のほぼ中央部、田島の北岸部にある。学校の北側を広島県道53号沼熊横田高専が通っており、その先は瀬戸内海である。高知は旧内会長立内海東中学校の高知を利用している。各小学校の学区は以下の通りである。 総じて宮内会長全域に相当、ありがとうございます。